成長は見て取れたというものの、この先どう進めていくのかっていうのは、本人の意向も聞きながらですけども、RIZIN 側のプロモーターとしてもしっかり彼に新しい道を模索して提案できるように考えてみたいなと、そう思ってます。